暑いね。先週フットサルが多くてさ、月水日やって今日さすがに疲れるね。そうそうそう。今年は月に1回は大会に出るって最初に方針で決めちゃったから、月1は。そうなるとって。フットサルが多い。そうなんだね。今日の相手は先週より強いね。いいダイエットになる。本当ですよね。でも私さらに毎回が食べちゃう。プラマイゼロ。そっか。なんか食べる前に、あ、やる前に、ちょっとお腹空いてる。食べて。けど分かるねそれ。学校で食事記録みたいなのがあって。ああそうなの。一人調査みたいな話してたら、あれ洋食じゃねえ。何してんのみたいな。一皿あったから買いといてくれ。そこ大事。洋食か。まあけどあれでしょ、全部がっつりなわけじゃないでしょ、軽くとか。これ終わって、これ終わってから例えばセブンのサラダチキンぐらいに抑えとけば結構いいよ。それで、そうですね。まあ、ごめん。メニューさん、マークマーク、確認確認。カメラ嫌いです。野菜が嫌い。マジか。よくここまで、なんかちゃんと生きてこれ。あ、ごめん、走りすぎた。そんなレベルで嫌いなんだ。あ、なんか煮物なんですけど、生、そうなんだ。おお、普通ね、普通サラダとかの方が食べるけど、ね、そうなんです。だいぶここまで生きてきた方なんですけど、なんか食べれないっていうわけでもないけど、あー、なんとなく好んでは食べない。ああ、ちょっとごめん、ちょっとアウトかけた。まあ、思考って結構年取ったら変わるから。みたいですよね。それを早く来ない。俺は子供の頃野菜本当嫌いだったけどね。そうなんです。おっさんになったらあんまり嫌いなもんなくなった。あの人初めてでしょ。777の人、あの奥のでかい人。見たことある。後で挨拶しなきゃっつってたんだ、さっき。あの人もね、名古屋の人。あ、そうなんですか。うん、アシュー。
飲みましょう。やりたいんじゃない。お金と時間と。そうだね。時間はまだいいんですけど。うん、お金か。そうだね。大学生には。ライブ出してもらってるんですけど。あ、バイトはしないんだっけ。あ、そうなんだ。講師。そうなんだ。時間が短いし。